あんまり先走るなよ。侵害の研究を経て手に入れた力、思い知らせてやろう。準備不足か。待ってろ、今行く。備えあれば。進化の歩みを阻む者は排除するのみ。
赤い霧の状況を見る限り、シルバーは暴走間際の昇降状態にあると考えて間違いないだろう。でもおそらくは時間の問題。暴走を止める方法はないの？分かっているの。確かにあなたならシルバの侵害を受け継ぐことができるかもしれない。でもそれはつまりシルバの意志を継ぐということでもあるの。世界を維持するためには赤い霧が必要だ。永遠とも言える時間をあの玉座で過ごすことになるだろう。お前にその覚悟があるのか？あなたは一人じゃない。私にできることなんて何もないかもしれないけど、それでもきっと一緒に歩いていくことはできる。その重たそうな荷物、俺にも背負わせてくれよ。共に戦おう。